そうですね、まあ、沖縄と宮崎含めてこう練習をしっかりできたので、まあ、先日の落とし込みというか、まあ、そこをしっかりできましたし、まあ、チームメイトと、まあ、コンビネーションを、まあ、深めて、まあ、いいキャンプになったかなと思います。そうですね、まあ、まだ正直試合をたくさんやってるわけじゃないので、まあ、どれぐらいできるのかっていうのは分からないですけど、まあ、守備と攻撃ともに石井さんのやりたいサッカーっていうのはみんな、まあ、理解して普段の練習からやってると思うので、まあ、これがこう実践でどれだけ生きてくるかっていうのがこれからだと思います。そうですね、まあ本当にこうサイドの攻撃っていうところを結構、イメージして練習とかやってるので、まあ、僕サイドの選手ですし、まあ、サイド攻撃を生かした戦術がうまくいけばいいなというふうに思いますし、まあ、守備のところもこうボールを奪うというところで前からプレッシャー行くようなことは普段からやっているので、まあ、試合でできるようにしたいなと思います。まあ、まだ開幕までは時間はあるのでどんどんチャレンジして失敗を恐れずにこう自分たちのやりたいことをやっていければいいなと思います。まあ、もちろんこう J1 に上がるために幸先よくスタートしたいのでまあ、開幕戦勝利を目指してみんなでやりたいと思っています。まあ、今シーズンは J2 で優勝して、まあ、来シーズン J1 で戦えるようにみんなで頑張っていきたいなと思います。